はい、皆さんこんにちは。それではですね、入門エッセンシャル講座の著作権法の第2回目になります。でこれで一番最後だよね。で今日何やるかというと、まあ、一応概要やろうかなと思っております。で著作権ってどんな法制だったのかなと。まず著作者と隣接権者に分かれるわけでしょ。著作者っていうのは著作物を作り出した人、隣接権者はそれを使って、文化の進展に貢献した人だよね。実際上彼らが何か生み出しているわけではありません。彼は実演家、俳優だよね。何か作ってるかというと、まあ、一部作ってるかもしれないけど、でもやっぱ違うよね。で、レコード、それはテレビ業者、有線放送事業者となると、これ作ってるっていう関係は全くないわけでしょ。でも彼らがいなかったら、文化の進展って図れませんでしたよね。だから彼ら、一応業者に対しても、隣接権と称して、一定の権利を与えてるんだよね。隣接上の著作権って、著作者の権利のパーツが4問出てきます。こっちが4問。4問ね。で、隣接権のパーツが1問。で、一番めんどくさいのは実は隣接権になります。だから極端に言うと、これ外してしまっても受かりますよね。うん、一応、弁理士の職称権限に入っておりません、隣接権って。でも試験には出てくるんだよね。まあ、これは最後の最後でしょう。特に暗記っていうのが強いところなんで、中心はやっぱしこっちだよね。じゃあ著作物を作り出した者、著作者ということになるんだけど、作り出すと何を持ってるかと。特に産業財産権と違って、一定の書式を文化庁に出して審査を受ける必要性ありません。これを無法式主義と言ったよね。著作権法の17条の第1項になります。無法式主義ね。書面出す必要性はないわけです。17条の1項だよね。でこれによって著作権というのは発生します。また著作者に対しては人格権も帰属するんだよね。で人格権は一身専属的だ。死んでしまっても、配偶者ないしは子供等に相続にもなりません。でこの一方著作財産権、まあ、通常著作権と言ってくるものは財産権でありますので、相続対象にもなるし譲渡等の対象にもなるんだよね。じゃあまず人格権からです。どんなものがあるかというと3つありますね。まず公表権、例えば私がある教科書を作ったんです。でいわゆる著作財産権はレックに譲渡したんだよね。で5月1日までチェックをしたいから開示しないでくれませんかとレックに求めたとしましょう。でも勝手にレックが早く出しちゃったんだよね。そうなっちゃうとどうなります？私にとってみたら5月1日までちゃんとチェックをしてから書類に出したいよね。でもいい加減なもの出てしまったという話になると私の人格権って毀損しますよね。これを公表権と言います。それから氏名表示権、ね、私が作ったんだ、じゃあ先生有名だから名前そこに監修で形に書いてくれませんかと、まあ、書いてもいいわけね。まあ、これ自由に決められます。ないしは自分でこれちょっとダサくだから載せたくないと言ったら載せなくても良いわけね。これも言ってみたら人格権に毀損することでしょう。これを氏名表示権と言っていきます。で最も重要的なものは同一性保持権ね、月です。中身を改変できるかどうかという権利になります。だからレックの方が今著作財産権を持っているわけです。じゃあ勝手に改定しましょうねと言った場合、私が考えていることと全く違う内容になってしまうと、何だ佐藤が作ったものとなるのがこれでしょ。したがってこれも人格権に影響するわけ。だからこれはレックの方に言っていないわけね。じゃあなぜ先生は何も不満は言わないんですかというと、これ契約によってちゃんと権利行使はしませんとなっているからです。でこれに対して財産権、まあ、これは譲渡ができるし相続対象になるわけ。ただこのね、財産権と言われてくるものについては産業財産権と違って、まあ、言ってみたら一個一個の行為類型が細かい権利になっているわけです。これを称して私文権と言いましたね。私文権で複製権、コピーライトする権利です。あと上映権、言葉通りだよね、上演する権利、ないしは上演する権利、上演権と言ったりします。あるいは演奏権と言ったりするのもあるよね。だからどんな種類を何個持ってるかによってできる内容と違ってくるわけ、ね、でこれはもちろん財産権でありますん でそれも産業財産権の近くて独占排他権なんですよ。ただ独占排他権なんだけどこれ無法式でしょ。書面出しておりません。ということは文化庁等で公示されないんだよね。となるとどうですかね。誰に対しても権利行使ができちゃうって話になると困りません。特許実用者の意思についてはちゃんと公示されてるわけ。誰がいつまで持っていてどうなってるかと分かってるから誰に対して権利行使をしても問題が全くないのね。で同じくだから独占排他権といってもちょっと違うんだね。産業財産権は絶対的独占権、
誰に対しても主張ができます。でこの一方、著作権どうですかというと、それ以外で相対的独占権、ね、この内容を見てやってしまった方に対してしか言えないんだね、たまたま同じものを作ってしまったのだという方に対しては権利行使は言えません。そういった意味では相対的なんですよ。彼に対しては言え、彼に対しては言えません。相対的でしょ。だから相対的独占権と言います。ちょっと違うんだよね、その観点がね。あと隣接権については、まあ、細かくやっていくのは講義になりますので、特に担当ですかね、そこで同名の内容があってというのをやりましょう。そこね、まあ種類としては実演家の権利で、これは一番多いので、人格権もあるだろうし、あと物件的な権利、あと債権的な権利もあっていきます。で、三次権利がだん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 と少なくなっていくのがこの隣接権の流れとなっています。でこっちは1点、こっちが4点となっておりますので、まあ、これをしっかりとね、配分取ってやっていきましょう。で、著作権はこれで終わりです。で、これで一応、エッセンシャル終わりね。で、よく復習動画見て、ないしはエッセンシャルのね、DVD 等を見て、そしてコンプリートに臨んでいただきたいと思っております。